やめ、やめ、え、あ、あ、しっかりしろ私、早く言わなきゃ。頑張って、頑張って、結構ビリそうだよな。やめて、やめて、お願い、中だけはやめてください。夫がいるんです。ちょっとおい、まだいけるよな。ちょっと厳しいっすよ、先輩。ホップ真っ赤なんすよ。お前の本気こんなもんじゃねえだろ。知ってんだぞ、おい。いけるだろ。いや、リテイクがまさかの。リテイクですよ。うん、はい、リテイクです。はい。それだな、変に私を残すからいけないんだ。そうもう別人とした方がいい。そうだ、私じゃない。今の連打。やめて、お願い、中だけ見てください、夫がいるんです。ええやん、ええやん、おいい、いいな、最高の仲良しだった。ええやん、ええやん、それでちょっと本当に熱いんで、次どうぞ。お姉ちゃん、あ、そんぐらいの低さがいい。あ、これぐらい？これぐらい？あ、それそれそれ。鼻水出てる。さっきのいい今の方が。お姉ちゃん、お姉ちゃん好きだけどこんなのおかしいよ。合ってます。合ってます、こういうことで。いいね。いいよ、いいね。よいか。普段の感じで、うん、照れた感じで。そうやって真顔で可愛いって言われたら照れるじゃん、バカ。どうぞ。どうぞ。待って待って、これここで切り抜いてほしい今の。やめろやめろ。アンジュ？アンジュさん？どうしたのアンジュ？好き。なんか言いたいことある？好き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 。ああ。あ、待って、スタダジしてない。アンジュ。クソ。アンジュ。あ、好き。わらわにはわらわには好き。好き好き。え、アンジ今何位？好き。好きなの。さあ、私になんか言いたいことあるって言ってたけど。わるそれ。ね、この間今度は言ったら言いたいことあるって。好き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 振られたっけ、振られた感じ、好き。でもわらわが支えてやるからな、振られても好き。な、好き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 好好き好き好き。ちょっとさっき私も、ああもしかして浮気ってこと？浮気？好き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 誰でも好き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 、あ、好き、あ、浮気してんだ、好き、なんだ、好き好き。でもこの前アンジュ君私とエッチするときに好き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 。あのね、みことにね、ちょっともう一個聞きたいことがあったのよ。うん、あのね、うん、なんかさっき、うん、あの部屋の掃除してたら、うん、これピアス見つけたんだよね。あ、バレちゃったか。私ね、持ってないし、みことさピアスなんかしないじゃん。いや、そうなんだよ。それ本当は、うんうん、来週のさ付き合った記念日にあげようかなと思って隠してたんだよね。だってさ、あのそれだったらなんかこう袋っていうか入れ物に入ってなんかこう
プレゼント用にこんな感じさ置いてない、なんかなんでこれ裸のまま持ってたの。なんかちゃんとしまってたら、うん、気づいたらそうじゃん、バレちゃうじゃん。いやえどうえもし、うん、そのまま袋にしまってたら、うん、あこれプレゼントかなって思っちゃうかもしれない。今不安そうだから教えてるけど、うん、本当はバレたくなかったんだよ。本当はバレたくない、うん、バレたくサプライズにしたかったから、プレゼントサプライズにしたかったから、うん、そのまま裸のままで、うん、プレゼントなのに隠してたんだよね、置いといたの、うん、えじゃあ他のなんか女を連れ込んでその女が落としたとかそういうわけじゃないって。いやお前以外に興味あるわけないじゃん、こんなに好きなのに。いや待って待って待って、ちょっと待って、これどうなんだろうな。なんかいや実は、うん、隠してたことがあってさ。え、なに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 。俺、男なんだよね。え、ちょっと待って、そうなの。そう、そうなんだよね。だって、今まで一緒にお風呂入ったりとかしたのに。いや、いつも隠してたじゃん。あ、そう言われてみれば本当は、うん、歌子が、うん、ショタが好きって知ってたから、うん、本当はいつか行ってお前にもっと愛してもらいたいなって思ってたんだけど、うん、えそれもサプライズの時に発表しようと思ってたんだ。え、ちょっと待って、頭の混乱が追いつかない。男だったの。男。いや、俺、うん、お前のことすごい好きだからさ、うん、なんかさ、声変わってない。いきなり、お前のことすごい好きだからさ、なんかさ、すごい、なんかめっちゃ私好みのなんかいい声になってきたんだけど、うん、俺じゃダメかな。あ、ダメじゃないよ、ダメじゃないよ。よっしゃあ、じゃあ、じゃあもうこれで終わりでいいです。あ、待って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 、終わりじゃなくて、じゃあなんかもっと私にさ、愛をささやいて。終わりよし。やっぱアンジの彼氏めっちゃスプラ強いもんねやりづらくなって。いやでも、うん、クールなところがねいいんですよね。配信応援してくれるんでね。そう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 、あ、理解がある。うん、いいなって。配信伝ってくれてるわけだからない。そう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 、ね、え、じゃあアンジは喋ってるだけなの。あ、そう、あ、たまに手握ってます。あ、邪魔じゃん邪魔とか言うのやめてもらっていいですか。邪魔じゃないっすよ。次はスケベ部のスケベ心を合わせて戦えば勝てる。あ、性欲を、みんなの性欲を集めて。うおー、ねずられ、ショタ、中出し、周知、いけー行くぞー。きったねー、ナイス玉中出し最低。いやすぎる。飛ぶ時に言わなきゃいけないんだよね、性癖を。やばすぎる性欲玉いいねいいねいいねっやば、当てられた側訴えていいセクハラの類だもん。セクハラだわ、間違いに劇場版プリキュア中出し寝取られ DM いけるな、うんなんかちゃう な。あ、もうダメだ。ごめんなさい中出し。ごめんなさい中出し。負けた時は出ちゃった人ないよ。むしろ。そうだね。確かにやばい。自分の性器を大事にしなきゃいけないから。そうね、そうですね。悪徳マッサージ店が。悪徳がいないと進まないよねこれ。あ、大丈夫大丈夫、全然やる全然やる。いやいや、やった、やったやった。少年。少年か。少年か。まだいけそうな予感を感じる。じゃあ、まずこの紙パンツに履き替えてもらっていいかな。あ、始まった。全部脱ぐんですか。あ、いいね。あ、いいねいいね。そうです。あ、まあ恥ずかしいよね最初は。最初は恥ずかしいよね。でも大丈夫、みんなやってることだから。あ、これって。いい、うまい。上も脱ぐってことで合ってます。あ、そうそう。あ、いや、もしかして恥ずかしいかな。あ、いや、全然お兄さんに見られるの恥ずかしいかな。お兄さんだお兄さんおじさんじゃなかった。おじさんと思ってた。お兄さん意外と若いんだ大丈夫だよ、エッチな目で見ないからねいや、もちろんそんなの全然疑ってはないんですけど。じゃあ、これ着替えますね。じゃあ、カーテンの外で待ってるね早く着替えろよ。うまい。ああ、じゃあ、担当のマッサージ師に変わる。あれ、違うの。あ、ここにはメインのね、鈴鹿さんっていうマッサージ師がいる。やめた。じゃあ、僕が鈴鹿なんだけど、二人でマッサージしていこうか。二人ちょっと。僕がちょっと教えるからさ。あ、お兄さんにも。あ、そうなんですね。そうなんです。研修中でね。研修パターン。まず、
うつ伏せに寝てもらえるかな。はい、ただじゃあまずはこれ僕がお尻の方を接するから。今日マッサージって聞いてきて背中と思ってたんですけど。え、あ、そうだよ、あの腰のマッサージね、腰の。あ、で、お兄さんはじゃあ上半身のマッサージ。やっぱりちょっとうつ伏せじゃなくて仰向けになってもらうか。あ、分かりました。初心者ですか。ダメだよ、歌子。最初にエッチな乳首見ておかないと。何より今もゴールしてただ脱いで仰向けになって終わったんだけど。ちょっと、まあ、隣カップルで、みことさんが男で、アンチが女の子。うん、あ、いいね、いいね。え、どういう、どういう男、どういう男。ちゃんと欲しがる。ツンデレ男で、わはあ、で、アンジはメロメロで、ちょっと待って、そのツンに傷ついてるっていう設定。あ、え、待って、年下、年上どっち。めっちゃ詰めていく。めちゃめちゃ詰めていくやん。年下がいい。オッケー。あ、年下ね。で、サッカー部ね。分かった。うちがついていけないよ。中学、中学、高校。え、高校で。あ、高校。うん。みことくんってこと。そうだよ。いいね。あ、アンジュ先輩。いや、ちょっと待って、あ、いいね。すでにいいね。アンジュ先輩、今日は何してたんですか。あ、いいね。ちょっとマリカしてた。ちょっとでも、うちの動揺えぐい、待って。もっとイチャついてよ。アンジュ先輩、あれですね。付き合ってって言ってくれた割に、全然喋りかけてくれないですよね。おー、ダメじゃん。でもそれは、なんか逆にこう、付き合ったら恥ずかしいっていうか、どう距離感が難しかったから、付き合うって難しいからね。いや、でも初めて付き合うんで初めて付き合うんでリードしてもらいたいんですけど。年上だしね、年上の年下のね、男の子をそんな風に困らせちゃダメでしょ。寂しがってんだよ彼氏は。そうだよ。リードって言っても、でも私も初めてだから。じゃあ俺が初めての男ってことですか。となる。そうなの。本当に全然もう終わりよ。やめて。いや。そうなるか。そうなる。そうなる。もっとなんか可愛い感じがない。そうなる。そうなる。めちゃめちゃ汗かいてる。